さあ本日は2018ワールドチャンピオンシッププレインデイワンの模様をお送りしております。この後は本日のゲーム4 G-REX vs カオスラテンゲーマーズの試合の模様をお届けいたします。カオスラテン、先ほどは G-REX が出ていたので今回カオスラテンゲーマーズの話をさせていただくと、カオスラテンゲーマーズは2015年から2018年まで、まあ、今年ですね、国際経験の国際大会の経験が非常に豊富なんですけど、まあ、どれもあまりいい結果には終わっていない、一番直近の MSI でもまあ、結局プレインの、ステージ2には進めなかったというのもあって、まあ、非常に苦しんでいるチームの一つですね。さあそれに対して先ほど1勝を挙げたこの G-REX に対してどこまで戦うことができるのかカオスラテンゲーマーズ。それではドラフト始まっているようなので見ていきたいと思います。ブルーサイド G-REX、 そしてレッドサイドカオスラテンゲーマーズです。いやまだ先ほどの試合の余韻が引かない感じはありますがそうですね、最高でしたね。大盛り上がりでしたからね、まだ泣くにはね早かったなと思ったんですけどまあまあドラフトね、まあ、ドラフト、見ていきたいと思います。はい、楽しんでいきましょうワールズですからバルス、スカナ、アカニに対してアーゴット、エイトロック、そしてイレリアを返しています。そしてファーストピックはグラガス、そしてザヤ、そしてラカンを取っていきます。いやこの組み合わせを即ピックすると2017年の WCS 以来な気がしますけどね今どうなんですかザヤとラカンは。組み合わせとしては非常に強力ですね。ただラカンがオートアタックをした際にザヤの攻撃が、追加ダメージが飛ばなくなったというのもあってダメージの総量自体は下がったんですけど、やっぱりレーニングでのキルポテンシャルは非常に高いですね。ただしそこに対してカウンターを当てていきますね。アリスターです。このコアラ選手にアリスター渡さない方がいいんですけどね。先ほどのゲームの内容を見ていなかったんでしょうかいや彼本当にアリスターが得意中の得意、一番得意なチャンピオンなので動き方が他のチャンピオンと違いすぎるんですよね。彼の海外の選手情報がまとめられているところにすごく分かりやすくアリスターが得意ですよって書いてあるんですけどね。そうなんですよね。そのレベルで、アリスターが得意なんですよ。そしてスティッチに現状信頼のおけるマークスマン、トリスターナを渡しました。まあ、スティッチ選手から作り上げていくというのがもうこのピックからも分かりますよね。そしてサイオンです。ここからバンフェイ2、それに対して仕掛けていくザヤラカンの選択を取ったのはいいんですが、アリスターを取られていてなおかつラカン、まあ、ベースの体力がかなり低くなっているというのもあってアリスター相手に対して仕掛けてしまうとキル取られてしまう可能性の方が高いですけどね。さあボットレーン有利なマッチアップをすでに作っています G-REX。 ここからトップレーンサイドのトップレーナーをバンしていくのカオスラテンゲーマーズ。 G-REX はキンドレットのバン。いやーPK 選手のターゲットマンが続きますね。ダリウスも消していきました。カオスラテンゲーマーズはティアウルフがキープレイヤーですよね。ティアウルフ選手は、まあ、どこに彼がどこに行くかによって、どこの連合をベースにしているのかというのが分かる、まあ、先ほど、ガンビットと同じ、まあ、ジャングラーが主体のチームなんですけど、ネイト選手もキャリー系を得意としているのでさまざまなチャンピオン、まあ、ここでトップレーナーが最後となっているのでミッドレーンからボットレーンを作り上げていくというのがまあ彼らの狙いですね。そしてミッドレーンは隠しました。シンジャオです。これに対して G-REX 残っているのはトップとミッドのはずですね。はずですね。グラガスは動けます。おっと、いやまあトミソビックしているのでおお、マオカイ、マオカイ今だと珍しいピックですね。サイオンに対してはどうなんですか。十分に戦えますよね。特にまあパッシブで体力が回復するというのもあってレーンの維持能力が高いですし、まあ、W スキルは対象指定のスネアというのもあって、まあ、ザヤに対して効果的ですよね。おお、安そう、安そう、先出しです。いや強気なピックですね。ただし全員が打ち上げノックアップ持ってますね。もう誰でも合わせられますよね。特に、まあ、コアラ選手の先ほどの動きを見ていると、まあ、ミッドレーンに対してのローム非常に頻繁に行っていたので、この安尾というチャンピオンはかなり凶悪になりますよね。そこにカオスラテンゲーマーズプルゴのライズを当てていきました。おっと、そうですよね。まあ、ライズ、まあ、プルゴ選手、まあ、使っている履歴というのも非常に多く残っているので、まあ、
プルコ選手を信頼してのピックにはなっているんですが、マッチアップはどうなんですか。いいスキルでブリンクをしているところに、まあ、スネアを確定で当てることができるので、まあ、ダメージのトレード自体はできはするんですが、封殺の壁を先に使用させなければいけませんね。では前のめりになっているところを、まあ、ジャングラー倒せて狙うようなイメージですか。そうですね、出なければキルにまでつなげる、もしくは体力のトレードを課すというのは難しいと思いますね。まあ、安尾の弱点はガンクだって昔から言われてますよね。ただそこにコアラ選手が介入してくるんですよね。ただボットレーンで勝たなければ動けませんよ。カウンターの動き、もしくは自分たちから仕掛けていく動きがどうなるかですね。ただスティッチ選手、トリスターノのスタッツプレイオフだけで見ると、3勝0敗 KDA が39と尋常じゃない数字。しかも前シーズンも、9回ほど使ってほとんどが勝利を収めているはずなので。いやいや、デイマさん、ほとんどじゃないですよ、9-0 です。全部ですか。はい、9回使って全部勝ってます、まあ、レックレスみたいなもんですね。なのでトリスターナの、習熟度はスティッチ選手最も高いんですよね。それを考えるとなかなかこのボットレーン、ザヤとラカンの組み合わせであったとしても打ち崩すというのは難しいと思いますね。さあ、カオスラテンゲーマーズ、もうすでに代表として国際戦は何度も出ていますが、成果を残したいところです。さあ、始まりました2018ワールドチャンピオンシップニスプレインデイ1ゲーム4 G-REX vs カオスラテンゲーマーズの試合スタートです。ザヤはドランブレードの選択をしているのでボットレーンから仕掛けていくというのがこのビルドから分かりますね。今のラカンってサポートアイテムどうなんですか。仕掛けていくのであればスペルシーフエッジでもいいとは思うんですが、これドランブレードの選択と合わせなくていいんですかね。合わせた方がいいと思いますけどね。ムーブメントスピードが欲しいんですかね。選択している、まあキーストン的にはガーディアンですからディフェンシブですよね。そうですね、まあ、体力が欲しいというのも対面がアリスターだから当然あると思いますが、まあ、あとはハラスをあまりもらわないという判断ですかね。フィックス選手はハラスをあまりもらわずにドランブレードで体力のトレードを行える、それに対して、スロー選手はまあ、レーンを耐えるような形にしてレベル6以降のエンゲージにかけるような狙いにしていますかね。なるほど。さあ、プルゴとティアルフはどちらもフェイズラッシュ、そしてスティッチフリートフットワークの選択もあると思うんですが、プレスアタックです。あとはちょっとこれレボルさんからいただいた情報なんですが、この PK 選手、おっとそれよりも先にレベル1イグナイトを使って仕掛けに行きますが、コアラが素早くダブルでフィックスをゾーンアウトすることによってスティッチを守っています。サモナースペルなしで守りました。イグナイトダウンだけで済みましたね。しかもドランシールド、アリスタのパッシブレリックシールドはありますからね。体力の回復というのは十分に行えますね。さあ、うまくさばきました。そしてレボルさんから何をもらってきたんですか。この PK 選手、LMS でジブ選手という、まあ、トップレーナー非常に強力なプレイヤーがいたというのは、LMS に非常に強力なプレイヤーがいるんですが、そのプレイヤーよりも上手いという評価を彼もらっているようで、ジブより上手い。いやー、 HQ のトップレーナーでしたか。それはまずいですねHQ ジブ頼りみたいなところもあったりするチームだったこともあるぐらい上手いですから、うん、なのにそのジブ選手よりも上手いとなると、まあ、スプリングでの評価だったらしいんですが、その時点での評価であったとしても信頼度は高いですよね。今回はタンクをプレーはしていますが、何か見せてくれそうですね。あとその PK なんですが、今若干ジブって呼びそうになりましたが、PK なんですが、コラプトポーションじゃないんですね。ドランシールドの選択にしていますね。まあ、ネイト選手がハラスを何度も行ってくるというのが判断だと思いますね。いいスキル、旧スキル、ともにハラスするには強力なスキルですからね。そこに対してこう今だとコラプトポーション同士でこうごくごく飲みながら戦うみたいなイメージがあるんですが、まあ、それよりもパッシブとドランシールドのサスティンを生かして耐えるような選択にしていますかね。なるほど。ただ押し込んでるんですよね。まあ、もちろんコラプトポーションではないのでその分マナはなくなりますが、ただし実家からビスケットは届くようですね。まあ栄養満点ですからね。おっと、これは映らないように動いているぞ。苗木をどこかに置いたでしょうか。その様子はないですね。なさそうですね。
何のチェックだったんでしょうか。戻りましたね。何も視界を取りませんでしたね。いやー、イグナイトがないというのもあって仕掛けるのは難しそうですね。これ序盤勝負仕掛けるとしたら互いにどこなんでしょう。序盤勝負を仕掛けるのは、まあ、ミッドレーンの方がいいと思いますけどね。キャンディ選手が成長すればするほど、まあ、厄介な存在になりますからね。特に全員がノックアップを持っているというのもあって集団戦の要になってますからね。互いにそこをカバーするもしくは仕掛けるような戦いになりそうですか。そうですね。ミッドレーンの、安尾とコアラ仕掛けに行きますか。いいダメージのトレードです。一人でスタンを当てられるので完結してますね。そしてトップレーンを狙いに行くボディサム、これは届きませんでした。いや、コアラ選手ずっと仕掛けてますよ。これイグナイトのプレッシャーもありますね。いや、もう少しスロー選手もイグナイトかかるので、お互いにプレッシャーかけることはできるんですが、アリスターのダメージ想像よりも高いんですよね。レベル1の影響いてますね。おっと、いいタイミングでジャンプが入っています。ティッチ、またこれが得意チャンピオンというのがもう分かりますよね。慣れているというのが伝わってきますね。結構タイミングシビアですからね。さあ、スカトルのコントロールはティアウルフが握っています。トップネサイドにスカトルが湧いている。 CS もまだまだお互いに差がありません。いや、このヤスをどう生かすかですね。逆にプルコ選手とティアウルフ選手としてはこのヤスに対してアクションを仕掛けさせて逆に掴めるような動きしっかりとできるかどうかですね。互いにミッドレーンレートゲームで活躍できるキャリーが揃っています。ただし G-REX はヤスを選択しているのでオールエリー全てが物理ダメージのチャンピオンを選択しています。さあ、このタイミング仕掛けに来ましたが封殺の壁スキルを弾き出したところにティアウルフが仕掛ける。打ち上げは入りました。スキルも繋がっていますがダメージは耐えている。お互いにフラッシュ読み、ジャングラーのフラッシュがダウンです。いい判断ですね。あそこフラッシュもし使えていなければ、ヤスオのアルティメットによってキル取られていた可能性がありますね。互いにレベルが高い。いやー、先にプッシュしますね。プッシュして離れてを繰り返しているのでトップレーンに対して眼光を行うタイミングがありませんね。その分 CS は少し離れてはいます。互いにソロレーナーがレベル6アルティメットがある時間になってきました。ボットレーンでもスローのイグナイトはクールダウンが上がっています。こうなると仕掛けボットレーンレベル6になったタイミングで仕掛けてはいきたいんですが、ただミッドレーンやはり止めなければいけませんね。さあ、姿を消してこれフィックス誘っているか。いや、アリスタのプレッシャーが高いですね。まあ、ザヤのオートアタックのレンジよりもアリスタの W スキルの方がレンジが長いはずなのでオートアタックでハラソするというのも難しいですよね。さあ、このタイミング仕掛けますがこれですね、信頼度の高さが分かりますね。コアラ選手がワーニングしに行ったとしても、まあ、捕まらないというのは分かってますからね。ちょっと G-REX、このトリスターナとアリスター、この2つの組み合わせ一番取らせてはいけない、ね、ディオボットになりそうですね。そうですね、この2人の得意チャンピオン渡してるわけですからね。スティッチはアリスターがいなくても安全に立ち回ることができ、そしてその間にコアラは動けるわけですから。さあ、ボットに押し込んだ後のタイミングです。ジャングラー先に寄ることができているのは KLG。 さあ、仕掛けたコアラまだアルティメットがありません。ポータルも使って狙いに行きますが、さあどうだ、ジャンプにてスティッチが守る動き、アルティメットを使いましたが少し間に合いませんでした。ファーストブラッド獲得はプルオです。いやー、少し前に過ぎましたね。エンプティ選手がもう少し近くにいれば、戦うこともできたんですが、先にプルコ選手の方が寄れていましたからね。さあ、これでミッドレーンゴールド差ができました。ドラゴンにも触れればというシーンですが、おっと、このタイミング仕掛けますがやはりうまい、簡単には捕まりません。相当危険な仕掛け方でしたけどね。
さあミッドレーンを、ね、狙いに行く動きですが、封殺の壁を使った後でしたが距離が届きませんでした。さあリプレイです。このタイミング危険ですよね。ちょっとティアウルフがいるのに無理しすぎましたね。ミッドレーンがミッドレーンも姿が見えていませんからね。あれ何に引っ張られたんでしょうか。なんでしょうね。最後のは少し動いていましたが、 W スキルで、逆にエンゲージを仕掛けようというような動きになってましたかね。ちょっとこう G-REX1 試合目もありましたが、細かいコミュニケーションここだけ気をつけていきたいですね。集団戦が集団戦を得意としているチームなので、もう少しだけスティッチ選手のビルドが完成するのを待っていきたいですね。 KLG このキルを何かに活かせるでしょうか。ミッドレーンのプルコ選手がキル取っていますからね。ミッドレーンの主導権を手に入れて、この強力なボットレーナーを潰しに行く動きでいいと思いますね。ロストチャプターができたのでクールダウン的にもマナ的にもかなり助かったはずですね。それに対してしっかりと、MP 選手もミッドサイドに、ミッドレーンに寄れているのでここを崩すのは難しいですね。それを考えると今最も警戒されていないのはトップレーンから崩して、ヘラルドの確保を狙っていってもいいですね。トップレーンサイドであればまだネイトもそこまで防具は積んでいませんね。バミシンダーを積んでいるのでどちらかというとこれプッシュのためのビルドですね。そうですね、ただピアウルフ選手が、ウォリア完成させているので一人でもキル取り切れるポテンシャルはあると思うんですよね。でここを崩しに行くのも十分に手だと。そうですね、 KLG としては崩しに行くのも手ですね。さあミッドレーンを押し込んだ後このプルゴの動きです。ティアルフと共にトップレーンに向かっています。それに対してエンプティーボットレーンに寄っていますがガンクという感じではないですね。どちらかといえばファーム、まずは自分のエンチャントを完成させることを、目的として動いていますか。お互いに周年戦が得意ということもありファームの時間がこのまま少し続きそうです。さあしかしコアラは潜んでいる。さあ前に出た。ただしここにティアルフも参戦してくる。すぐさまテレポート、これは帰国収集打ちませんでした。危険だという判断だ。しかしエンプティも寄ってきたが先にダメージを出してティアルフがダウン。ここに寄ってきたネイトが3人に打ち上げをかけてはいますがすでに1キル取られた後です。さあ1キル獲得は G-REX。 いやうまく呼び寄せましたね。でもヘクスフラッシュの使い方が良かったですね。あの物資の中にヘクスフラッシュを使うことによって、いるはずのないアリスターがその場にいましたからね。ティアルフ選手も積極的に仕掛けたのは良かったんですが近くにしっかりとエンプティ選手寄れていたのも大きかったですね。サポート同士でもコアラの方がアルティメットで差を作ってますね。スローはダウンしアルティメットがダウンしてますがコアラまだ使っていません。ちょっと見えている。リコールは難しいですね。これでまず一つエンチャントが完成。この後にキャンディ選手としてはどのタイミングでファントムダンサーまで完成できるかですね。ジールとバーサーカーグリーブが完成しているのですでにウェーブのコントロールというのはかなり早く行える状況は作れています。ここでマウンテンドレイクに触りに行くのはティアウルフ。キルを取っているのがエンプティ選手なのでエンプティ選手を軸に、どのレーンから作り上げていくのかというのをしっかり決めた方がいいんですが今まだファームのタイミングですからお互いにまずはファームをしてこのドラゴンの獲得でどう動くかですね。トップサイドに対してガンクを行うのかそれともファームを続けるのかなんですがファーム続けてますね。これファーム続けるとお互いのバランスってどうなるんですか。ファームをしている分エンプティ選手の方がレベルも、ゴールドの量も多くはなるんですが獲得したオブジェクトに対して差が生まれますからね。エンプティ選手の今後の働きが重要になりますね。さあそのエンプティボットレーンに向かってミッドレーンを仕込んだキャンディーと共に動いて視界のコントロールを行います。ただこれボットサイドのコントロールワード4つ、今1つ壊されてもう1つ壊されたので2つにはなっていますが先ほども4つありましたからね。今コアラも見つけて3つ目も壊しましたね。ボッ
ットレーンに対して、ガンクは絶対に呼ばせないというのが KLG の、狙いですね。これだいぶのプレッシャーもかかると思いますが避けるのがうまいスカトルですね。よく避けますよね。いやこれはチャレンジャーですさあ先ほどと同じようにもう一度ブッシュに潜んでいます。これだけ視界が消されていますからプルゴも警戒しています。前には出ません。ミッドのセットアップが容易すぎますからね。まあ、何か当たればいいですからね。何でもいいですからね。アルティメット適当に投げて当たればガンクできますからね。まあ適当に投げたら当たらないですけどさすがに合わせるのは容易です。立ち位置が重要になってくる。そして2人で決まらないなら3人目だ。 PK が降りてきましたよ。これはもしかして打つのか。横からまだ見えていない。さあ横からやってきた。W 入りましたが打ち上げしっかりと自身で入れていきました。おごりも切れてもう体力が残っていない。3人へ囲い込んだ。クラッシュアウトはしましたがしっかりとコアラがキルに持っていきました。そのまま相手のディアルフも捕まえて2キル獲得。ジュレックス、さあネイト遅れてやってきています。アルティメットを使っていきますが綺麗にかわしたそして打ち上げ2人に決めている。全く問題なくタワーした。 CG は防ぐことができましたがしっかりとジュレックスが有利を作りました。いやー最後のアルティメットしっかりと上下に分かれて避けましたね。綺麗でしたね。あとはやはり安尾セットアップがここは非常に丁寧なセットアップでしたね。最終的に自分でしっかり当てたのも良かったですね。そうですね。でここでしっかりとコアラ選手も寄れているのでやっぱダメですね。コアラのアリスターは必要なポイントによってますからね。しかもその際にスティッチ選手にプレッシャー与えられるかと言われるとトリスターなので与えられないんですよね。さあ視界をポットレンの視界を取り返させたくはない。このタイミングスロー仕掛けに行く。チャームは入っていますが十分な距離はすでに取れている。コアラここでスタン、そしてアルティメットを展開してノーデッドです。守りましたね。自身の命も自身の AD キャリーもしっかりと守りました。スロー選手の入り方非常に良かったんですけどね。視界外から入ることによってスティッチ選手の反応を遅らせましたからね。ただそれに対してのコアラ選手の、完璧なバックアップが守るのも攻めるのもかなり得意な選手にアリスターを渡してはいけないと思いますね。両方できるチャンピオンですからね。さあここはティアーグルフを仕掛けに行きました。スティッチは一人でも助かるだろうという判断ができていますね。スロー選手が下に行くの見えてたんですけどね。全く乗りませんでしたからね今まあ君大丈夫でしょ一人でもみたいないやー信頼が相当厚い信頼がありますね。実際さばいてますからね。なんとかティアウルフボットルでキルを生み出したいんですがスローのアルティメットも使った後ですよ。そしてここにやってくるツーボニースラムからの帰国収集相手は消えたぞ。2キル獲得。ジュレックス、いやうまくリバー側に弾きましたね。何度もコアラ選手が仕掛けていたことによってコアラ選手の仕掛けに対して回避しようという、まあ、考えがエフティ選手のフラッシングを決めさせることになりましたね。さあこれでボットのアウタータワーを獲得しバーストタワーボーナスも G レックスが手に入れることになりました。キャンディすでに5アシスト、ファントムダンサーは完成しています。そして何よりもエンプティーゴールドを持っています。火力も出る時間帯です。ダークシールも7スタック溜まってますからね。リプレイです。ここうまく上に弾き出したことによって判断が遅れましたね。いやこのなんて言うでしょう、グラガスとアリスターがこの突っ込んでくるなんて言うんでしょうね、圧力すごいですね。なんか潰されますよね、圧が非常に高いですね圧が懐かしいですねさあここでローテーションをかけています。 KLG、まあ、ボットサイドに、オブジェクトが残っていないので残っているヘラルドを獲得して、その後に、まあ、クラウドブレイクですから
それほど優先した。おーっと仕掛けましたね。サイド PK が狙いに行くのはフィックスだ。フェザーストーンも使わされたぞ。それに対して第一の捕獲が入って身動きが取れない。さあヘラルドをやりない寄ってきてる打ち上げ、うわあ残りからのスリーマン、これは無理だ。フィックスもいなくなりました。そのまま相手に襲いかかっているのはキャンディ。タワー下にないと逃げることすら許されない。さあしかしここはなんとかドライブテクニックで逃げることができました。それでも3キル、そしてヘラルドに向かうことができるのは LMSC からやってきた G-REX です。いやあれですよ、適当に投げてもまあ狭かったし、まあ、本来敵が飛び散って、どうしようもなくなる場面だったんですけど、野草がいることによってあの場にとどまるんですよね。いや綺麗でしたね。3つちょうど均等に分かれてましたからね。さあそのままトップのアウタータワーを破壊、ヘラルドも獲得です。いや自分たちの思い描いている集団戦、安尾と他のノックアップを中心とした集団戦というのを行えていますね。いやもう固まって動くのを KLG としては避けたいですね。うわこれすごいですね。ジラックスエンプティキャンディ、そしてまあリプレイから見ていきましょうか。いやここ PK 選手が先に仕掛けてあれ、フェザーストーンを落としていたのが大きいですね。ここでエンプティ選手、わーおー、これをされてしまってはもうどうしようもないですね。加えてアルティメットをするであろうという信頼もあってアリスターも入る動きしっかりとできていましたからね。これにはコーチ陣もびっくりというような顔でしたが、まあ、先ほど言おうとしたことを言わせてもらうとですね、エンプティ、キャンディ、コアラ、ケビー3人が 100% です。この3人を中心にキルが起きていますからね。さあスローがなんとか時間を作りました。横からはエンプティ PK も寄ってきて、まずは1人を捕まえた。スティッチのキルになります。そのまま2人目も簡単に倒してのけます。2キル獲得。もうこれはバロンにつなげることもできますよね。まだアルティメット帰国収集と、そして第一の捕獲残ってますからね。エンプティとコアラはまだ KP が 100% です、うん、しかもキャンディ選手、この安尾という存在がバロンの速度を加速させるんですよね。さあネイト、なんとか触りたいというタイミング、アルティメットを使って相手の CC をキャンセルしながらうまく立ち回っているものの、バロンは止まっていないぞさあ場の体力残り1400というところ、プルゴチャレンジをする。しかしそれでもしっかりとエンプティがバロンを獲得です。そのままフラッシュインでやっていたプルゴを倒してネイトも追いかけ続けています。さあコアラもう相手の前に立ち回って、さあこれが今日のごちそうだと味方の元にお届けだ。ダブルキルはスティッチ、しかも21分という段階でバロンを獲得してますからね。さあバロンとヘラルド両方ありますよこんなの見たことない。なんだこれは。いやー紫色が多いですね。いやーボイドのパワーがあふれんばかり。いやまだヘラルド何の仕事もしてないんですよ。ここでなんとか1回目のタックル。いやただまだまだ体力残ってますからね。えこれどこまでいけるんですか、タックルのダメージ。いやー多分ネクサスタワー1本目まではいけそうですね。いけそうですけどね。あーただここで下がるので、ここで処理されてしまいますね。さあここで6人目のメンバーとはお別れですね。お疲れ様でした。さあこれでとてつもない有利広がりましたよ。一気に9000ゴールドですか。大きな有利です G-REX。ここですね、アルティメットを使用してしまったというのもあってね、ネイト選手が立ち回れることはできませんでしたね。ディアウル選手としてもコアラ選手にプレッシャーをかけられてしまっていて前に出ることができませんでした、ね、プルゴ選手の最後トライはできたんですが、スマイトでしっかりと抑えてますからね。もうこの後はどうしようもないいやこれは逃げ切るのは無理ですね。無理ですね。やはりコアラ選手のそのポジションで相手に対してプレッシャーが与えられてしまっているというのと、エンプティ選手とキャンディ選手のコミュニケーションが非常に円滑になってますね。あの得意チャンピオンを取れたときに他のところに目が行くようになるっていうのはやっぱりプロでもあるんですか。ありますね。得意チャンピオンであれ、自分が得意としているチャンピオンであれば、難しいことを考えなくていいですからね。こうプレーについてはもうなんて言うんでしょうね、手が勝手にやってくれるというか。そうですね、頭で考えなくてもなので、他のところでいい効果がたくさん生まれるんですよね。戦略面に、戦略面に 頭を使いますからね。そして仕掛けようとした KLG の動きをすべて弾き、いや捌き切りましたね G-REX。 アルティメット、スローのアルティメット、ティアルフのアルティメット、ネイトのアルティメット、3つダウンですよ。
これはもう守れませんね。スロー選手のアルティメットがなければ、スロー選手のネイト選手のアルティメットがなければ仕掛けられないので、あとはもうじりじりと前に出ていくだけで、 GX としてはタワーオブジェクトにまでつながりますね。さあミッドレーンにはスーパーミニオンがすでに押し寄せている状況やら、スティッチ騎士の誓いもついていれば、いやこれはジークコンバージェンスがすでについていますね。いや仕掛けに行きそうですけどね。タワーダイブするには十分なタンクライン揃ってますよ。いやコアラ選手フラッシュ持ってますから、フラッシュインしそうですけどね。さあインヒビター2つ目で満足できるのか、ジレックス。いや仕掛けに行った、いや使わせた、すぐさまヘザーストーム反応はしていますが、次に逃げる手段がなくなりました。クラッシュはまだクールダウン残っています。さあキャンディーが竜巻を振りかぶっていきますが、ここは当たっていない。さあここでおごりだ、相手のバックライン飛び込んでいったのはキャンディー、しかしキルにはなっていない。それでも十分にスティッチがダメージを出せる状況だ。相手のベース前スティッチがアンストッパブルコールだ。そのままネクサスタワーも破壊していきます。バロンバックもなんとまだ残っている。ネイトパッシブの状況、渾身の拳を振り絞ってありますが、それでもダメージには届かないか。残っているネクサスタワーもここでダウンです。ボディスラムが当たってスローの体力を一気に削る。このタイミングフィックスがなんとかダメージを返して、キャンディーは倒してはいるものの、十分なミニオン、そして味方が残っているのは G-REX です。さあスローも倒しきりました。これでエンドゲームになるでしょう。さあこの本日のゲーム4、勝利したのは G-REX です。いや KLG としては自分たちの狙い、特にレベル1ですね、ザヤとラカンを使用して、ボットレーンから有利を作り上げていこうという狙いというのはしっかりと行いではいたんですが、それ以上に G-REX が自分たちをしたかった動きを完璧にこなしていたことによって、太刀打ちができませんでしたね。あそこのレベル1というか、なんて言うんでしょうね、コアラが全て壊してしまったような感じもしますけどね。Q スキルではなく W スキルを取っていて、レベル1に仕掛けてくるだろうということを予測してですね、あの W スキルがなければもう少し体力削ることができていたんですけど、まあ素晴らしい判断だったと言うしかないですね。 LMS の中級らしい勢いのある試合でしたね。彼ら乗ると止まんなくなりますからね。これにストップをかけるというのは、まあ、韓国地域でもこういうスピードのあるテンポに飲まれて、まあ、今まで何度も負けているようなシーンがあったりっていう、そういう地域ですから、まあ、KR キラーって言われてますからね。まあ今回のワールドでどうなるのかは分かりませんけれどもまあそういった片鱗は見せてくれていますね。さあこれで G-REX 今日のゲームどちらも勝利で終えることができたので、非常にいいスタートダッシュになりましたね。そうですね、あとは一勝すればもう確実に、次のステージに進むことができますからね。まあ、ただし1位通過と2位通過で戦う相手が変わってきますから、基本的にはやはりどの地域どのチームも1位通過は目指していることでしょう。いや1位通過しなければ他のグループの1位と当たることになりますからね。いやもうそろそろコアラのアリサ見えなくなるんじゃないですかね。バンされると思いますけどね。 あれ使わせてしまってはいけませんからね。いろんな作戦の起点になってますよ。仕掛ける、特に、まあ、先ほどの試合だと野草で仕掛けるというのもそうですし、前回の試合では、ボットレーンの視界を掌握するために使うアリスタでしたからね。さあ先ほどのゲームのブレイクダウンです。まあこの勝ち始めるのもやはり自分たちが戦えるような状況になってからですよね。そこまでは結構ゴールド的には並んでいる状況多かったですね。いやただこれグラガスのダメージがかなり、グラガスを高く評価しているのがドラフトからも感じ取れました。まあ、ガンク能力、そして、ルーニックエコーを装着した際の、まあ、バーストダメージ、野草と合わせるのであれば確かにこれ以上にないチャンピオンはいませんね。あと G-REX がこのワールズに進むために香港アティテュードや、J チームと戦った時にもかなりグラガス優先して取っていたように見えますから、チームとしても、まあ、ジャングラーの本人のエンプティとしても、まあ、評価高いようですね。アリスター同様守る能力も攻める能力も高いですからね。ちょっとここ得意チャンピオンを、まあ、だんだんとゲームが積んでいけばターゲットバンというのが多くなってくるでしょうから、何かしらの対処されそうですね。さあ先ほどのゲームのリプレイです。いやここしばらくコアラ選手スロー選手と遊んでたんですね。それによって助けるための動きができませんでしたね。道を潰されてしまっていたんですね。
もうここは文句なしの動き方ですね。エンプティ選手もここというタイミングでアルティメット使用してますからね。でもここ決まってるのは PK 選手がしっかりとスネアを当てて、フェザーストーンを使わせているからですからね。いやこれは美しいですね。もうこうして見るとスティッチ選手はもう棚からボタンを押しちゃいますか、ただ殴るだけですからね、目の前の対象、チームの、まあ、控え室だと思いますがあと驚くような状況だったですね。自分たちのやりたい動きですからね、理想形を、し続けているので。いやー、前アリスターを見るとちょっとテンション上がるんですよねなんでですかそれは。いや、アリスター T チャンピオン敵に来ると嫌いなんですけど、味方に来ると大好きで、まあ、可能性が広いですよね、彼にできることっていうのは。得意でかそうでないかで、全然使い方が違いますからね。このコアラ選手は攻めるのも守るのも得意となると、ぜひ一度サポートを受けてみたいですね。ちょっと今映っていたカオセラテンゲーマーズの今のはティアウルフかスロー選手だと思いますが、かなりこう面食らっているというか、どうしようもないなというのが表情からも伝わってきましたね自分たちがやりたいのはボットレーンから作り上げる動きだったんですが、その動きができずミッドレーン、ガンクのセットアップを何度もされてしまいましたからね。さあ敗北だとからのスタートとしてもかなり停滞スタートになってしまいました、カオスラテンゲーマーズ。逆に GLEX 先ほどの1勝を経てかなりノリに乗っているようですね結構黙々とやってるんですね。そのようですね、今これ映ってるのはミッドレーンのキャンディーですね。いやー、ただこの2、3チーム、このグループ内の3チームと比べるとやはり GLEX が少し抜けているような感じがありますね。そうですね、そういうように感じますね。さあそして続いてのゲーム5です。デトネーションフォーカスミー VS クラウド9の試合が待っています。こちらの実況解説は、ずっと LJL を見てきたレボロさんとそしてアイズさんにお願いしようと思いますが、ネマさんどう見てますか。どう見てるというと、かなり苦しい試合になるのは間違いないんですが、ボットレーン、クラウド9がボットレーンのスニーキー選手、あとは新しくサポートで入った選手は、まあ、上手いんですが、まあ、通通があまり得意ではないというのもあるので、そこをうまく崩すことができれば、勝ち目はあると思うんですよね。特に今回ユタポン選手非常に調子が良さそうですからね。ただ、まあ、あとは単純に NAVSJP 楽しみだなとそうですね全くと言っていいほどこれは、ね、実は実現しなかったマッチアップですから、おそらくお二人も楽しみにしていると思いますが、皆さんも一緒に楽しみにしていきましょう。それでは一度インターバルとなりますので、我々も一旦失礼いたします。